ようやく戻ってきたか、殿。何？心配したか、だと？当たり前のことを聞くな。親愛なる主君を案じぬ白娘がどこにいるというのだ。いい国作ろう。バカ者、国はお前が作れ。代わりに私は良き箱、つまり国を治めるに足るそなたの器を作ってやる。我が変身、しかとその目に焼き付ける。皆の者、我に続け。心配はいらない、そなたはそこで見ていろ。大事、計らう者よ。梅雨払い、この鎌倉城が引き受けよう。ハイエナ、ふにょ、こら、やっ、すみません。私、優しくしてください。ふにょ、こら、やめるのじゃ。
何すんねん。もうびっくりさせんといてよ。うわ、食べてる時にいたずらはダメですよ。ちーちゃん、母ちゃん、捨てた巨牛を怒らせましたね。かかってきなさい、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 かかってきなさい。豪華爛漫乱れ咲き。はよう逃げい、はよう逃げい。お主を失ったら我らはきっと泣いてしまうのじゃ。殿の命が欲しいな。はよう逃げい、はよう逃げい、はよう逃げい。我が一致、勝利への道しるべとならん。捨てたる巨牛を怒らせましたね。武士道の神髄、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 見せてよ。ちーちゃん、武士道の神髄見せてよ。その魂すら射抜いてみせる。捨てたる巨牛を怒らせましたね。逃げるなら今のうち。天下を治めるとはこういうことよ。名古屋城、名古屋城、名古屋城、お助けいたします。天下太平。名古屋城、お助けいたします。天下を治めるとはこういう。私の助力でこの戦が終わるのなら。皆の者、勝ち時をあげよ。えい、えい、おう。Thank you.
大滝城、押してまいった。どんな戦でも我が身を惜しまず戦わせていただく。お初にお目にかかります。あなた様の影となるべく参りました。伊賀の三大上人が一人、桃地丹波城と申します。どうぞご期待ください。戻ってきたぞ。さて、次は何をしてほしいんだ、殿。私のことを説明すればいいのだな。ああ、任せておけ。私こと鎌倉城は源頼朝によって築城されたと言われている。また鎌倉は天然の城塞都市とも称され、倒幕軍が攻めてきた時は私を拠りとして激闘を繰り広げたともされているのだ。戦い以外にできることはあるのかだと。甘く見られたものだな。私は掃除洗濯料理に裁縫もろもろ習得済みだ。何をそんなに驚いている。これくらい白娘ならば当然だろ。いい国作ろう。バカ者、国はお前が作れ。代わりに私は良き箱、つまり国を治めるに足るそなたの器を作ってやる。また大きく。まったく、これでは戦いの邪魔になるな。で、殿、え、何が大きくなったのかだと。察しろ、このバカ者。何、シラス丼を食ったことがないだと。それはいけない。よし、すぐに作ってやるからそこで待っていろ。すぐに戻るからな。日の本鎮護の白娘として今こそ武を振るわん。いつでも出陣できる。さあ共に行くぞ。皆の者、我に続け。全軍、勝ち戦の余生に乗れ。おお、力が溢れてくるぞ。感謝するぞ。なんだと？え、私の説明が悪い？よし、次は幼子にも分かるように説明してやろう。近くに寄るがいい。少し面はゆいな。ああ、私は器も揺るぎないものと自負している。で、どこを見ているのだ。赤ん坊でもあるまいし、まさか甘えたいとでも。面白いやつだな。面白い冗談だな、殿。だが、そうだな、世の中が平和になって互いに相手がいなかったら、その時は面倒を見てやろう。まさか冗談だろ。料理ができないってそんな。殿、さては私をからかってるな。そうだろ。なあ、そうだと言ってくれ。バカ者、誰が母上だ。お母様と呼べ。いいか、私の子になったからには厳しくしつけるぞ。だが、甘やかす時には徹底的に甘やかす。それが私の教育方針だ。母になるか。そうだな、
いずれは私も自分の子が欲しいものだ。最初はそう、そなたみたいに凛々しく勇敢な男の子がいいかもしれぬな。心配はいらない、そなたはそこで見ていろ。我が変身しかとその目に焼き付けよ。戻ってきたぞ。さて次は何をしてほしいんだ殿。大事を思い計らうものよ。梅雨払いはこの鎌倉城が引き受けよう。キャー、そこは弱いのだ。皆の者、我に続け。武士道の神髄見せてやろう。戦場の露と消えよ。その魂すら射抜いてみせる。これぞ白娘の本懐。この犠牲も王道の礎となるはずだ。皆の者、勝ち時をあげよ。えいえい、おう。我が名は鎌倉城。そなたの求めに応じ馳せ参じた。日の本を救わんとするそなたの熱き志は私が守ってみせる。もう何も心配する必要はないさ。どうした？急に黙り込んで。もしかして腹が痛いのか？仕方ないな、私がさすってやろう。スリスリスリ。どうだ、少しは楽になってきただろう。